これクソ質問で実は歌にそんなパワー読まない言葉に気をつけてもらっていいですか。お言葉ちょっと違うんじゃない。茶化さん、あなたは非常に浅い。ここはね、置いとこう、これ。まあそれは見るなって感じですけどね。あ、だそうだそう。これは全然間違ってると思います。あれ見たことあります？日常。あ、日常ね。いや俺ね、え、日常ってあのギャグ漫画っすよね。そう。いや俺ね、コテコテのギャグ漫画とアニメあんま見れない。あ、見れない。いやでもね、俺もダメなんですけど、はい、あのあれはいいんだよね。あれはいいんだ。お、まあ、ささやわかる？見たことある？日常。あ、まあ普通に面白いと思うんですけど、まあ、日常はいい作品だと思いますけどね。ささやおすすめのアニメは、あの一番もうこれおすすめだってやつ。これはね、これクソ質問で実は。これね、ガリ返し。クソ質問だと思って、ね。ガリ、このオタクは。これやっぱね、出てこないんですよね。新しいものがやっぱいいものなんで、基本的にやっぱ近い記憶の方が覚えてるじゃないですか、うん、鮮明に。はいはいはい。あ、最近だとね、サイバーパンクだね、アニメは。あれは。もうここ10年ぐらいないかもね。そんな面白いの？ここ数年だとやっぱ一番良かった。ネットフリックスでやってるんですけど、10話ぐらいですげえ見やすいのもいいんですよね。え、あ、10話なんだ、ちょうどいいね。そう、めっちゃ短いから。はい短いのにいい作品って珍しいね。いや、そう、ね、そうなのよ。ワンクールでね、面白いやつ少ない、マジで。実際そうなんだよ。まあ良かったねぐらいのやつはあるけど、大体長いんだよね。だからガンダムとかもそのすげえ面白いって聞いて見ようとするんですけど、長すぎて。いや、じゃあ逆襲の試合見ましょう。映画そんないい？1時間ちょっと、2時間ぐらいで終わる。てか、なるおさん、ガンダム見たことないんだ。俺ね、初代だけはあるのよ。俺ね、アンチロボットなんですよ。アンチロボット、アンチロボット。あ、もう機械が出てきてたらもう俺無理なんですよ、基本。でも逆者はいけるんだ。逆者はね、ガチでおもろくて。いや、逆者でマジでおもろいっすよ。おもろいっていうのは、しかも笑える面白さ。あ、そっち？いや、もうどっちも。もう意味が分かんなくて。シュールすぎて、クソおもろい。笑える？展開が早くてってこと？いや、そう、展開も早いし。会話になってないからね。そう、なんか意味不明で、そう。あー、まあ、そうだね。いや、でも逆者は初っ端に見たからかもね、あれは逆に。まあでも、そう、俺、ララーとか知らないから、俺。あの、てかね、事前情報なくて、うん、そう、事前情報ゼロ。あの感じだと、うん、あ、え、こういう作品なの？みたいな感じになるかも。そう、でも俺、マクロスとかもダメなんですよね。あ、ロボだから？いや、ロボットに、俺、プラスして、歌って解決するのも、ちょっとね、俺無理。まあ、はいはい、ミュージカル系ダメだよね。ダメ。本当にダメ。ミュージカル系ダメなんだよな。あのね、一瞬で真顔になっちゃう。普通って。いや、でも分かるっす。映画も見れない？ミュージカルの。あんまり見ないかな。あ、ミュージカルの映画見るんだ、むしろ。見ますよ。え、だから有名どこだと、グレイテストショーマンとかはすごい有名なミュージカル映画。見たことね。ララランドとかもそうっすよ。ララ？タスヤンってマジで？いや、じゃあララランド。ララランド。はい。すいませんね。すいません、ね。いや、なんで謝る？いや、怒ってないですよ。はい、先生。謝るね、別に。ララに怒ってる。怒ってる、タスヤンが。すいませんね。え、ミュージカル系のやつってさ、その訴えたいことを歌に乗せてるだけだよね。まあ、そうだね。なんかその会話のストーリーラインみたいなのを歌にしてるってだけだね。あ、そうだから俺ライオンキングは見れたもん。ああ、はい。あ、俺ね、ディズニー作品ダメなんだよな。まあまあ、俺もちょっと意味わかんないなとは思うけど。そう、特にはもう釈迦さんの言うあの歌のシーンとか、いや、ちょっとそういうのはちょっとってなっちゃう。いや、そう。え、でしかもさ、それに加えてマクロスって歌で倒したりしない？いや、わかんない。イメージなんだけど、俺見たことないけど。俺も見たことないけど。まあなんかあの心変わりさせたりはあるね。それしか知らん。いや、そうだよね。なんかね、影響がでかすぎて。そう、歌にそんなパワー呼ばない。でもね、まあでも基本的に嘘でしょっていう。どうだろう。まあもちろんそうか。歌聞いてグワーってなってたりしたら。いや物によるかも。って結構言うてロボットバトルが人気があるかも。ロボットバトルしてる時に歌歌ったらロボット死ぬの？いや、知らない。あら、銀融主人だと思えばいい。銀融主人。バフかかってんすよ。いや、俺がね、ごめん。あの、MMO の銀融主人使ってる人に申し訳ないけど。あ、俺、言葉に気をつけてもらっていいですか？銀融主人、俺、最初のジョブに銀融主人やったら銀融主人選ぶタイプの人間ですけど、大丈夫ですか？俺はちょっと、
お前戦場でおことはちょっと違うんじゃないおことおことはちょっと違うんじゃないでしょうか戦場でいや戦場で大事かもしんないけどおことはその大事かもしんないでもそれはもうあれじゃない飯食ってる時とかねそうそう飯食ってる時だよねでもさベヒーボスの目の前でおことはちょっといや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 ちょっとなるおさんちょっと勉強不足じゃないですかやっぱ日本世界の歴史を見ても軍隊には楽器隊がいますよいやでもさどう考えてもこっちが正しいでもさ火縄部隊来た時にさでもさ太鼓じゃない太鼓が後ろで官名でしょだから要はそう演奏してくれって言ったらやっぱテンション上がるじゃないですかで思考は誰か官名でしょだったら分かるんだけどさそんなポロンポロン言われてもさ力抜けちゃうよ確かにね、うん、そこはねおことはちょっとねえもしさもうはやったことあるいやさすがにあるだろ笛使ってんじゃねえだろうな俺あ残念ながら笛ではないっすね。あ、笛じゃないんだ。ガンランスでした、ね。そこは普通の武器なんかい。狩猟笛じゃないんか。笛はね、ちょっとあんま好きじゃないんだよな。そこは好きじゃないんだ。うーんハープとかは好きだ。でも、モンハンは、狩猟笛で殴ってるっすからね。そう、あれは許せる。あれはね、結構、まだいい。そう。まだいいよ。逆にその音楽隊っていう観点から言ったら、結構たわけじゃないですか。楽器でぶん殴るのは。でもさ、ナローさんだってさ、ジェイミーやっててさ、ジェイミーの曲、大事な時にジェイミーの曲かかったらさ、テンション上がるでしょ、うん、上がるけど、でも、でもだよ、もしだよ。例えばじゃあ相手 JP だすんじゃん、まあ、誰でもいいルークでもいいよでジェイミーの曲かかる誰かが生演奏するじゃんお前もこっちに来いと思うけどね俺は21でやれ21でやれいや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 聞いてねえでいいからいやでも戦場に出れない人もいるじゃないですかトゲて増えてがあるから出れるやつを呼んでこいだったら出れるやつは来なくていいだったら来れるやつが来いブラックだねいやブラックっていうだから俺も多分マクロスがマイクでぶん殴ったら見たかもしんないあ歌のパワー乗ったマイクでねそうそうそう歌のパワーが乗った、ね、そうそうそうあ確かにねそれならいいけどねそうやっぱほらボーイっていう漫画もギターで殴るしあ懐かしいなおじがすぎるなボーイBOY ねBOY のボーイ BOY おもろかったなあれもあれ面白いちょっとエロシーンがあるのかねいやねちょっとねセクシーな姉ちゃんいるんすよえそうそうそうあの俺映画、うん、一番好きな3つの映画の中に入る映画に音楽映画があってあセッションっていう映画なんですけど、まあ、音楽映画は別かな多分ね好きだよ、うん、2人とも、うん、いや音楽映画が嫌いなわけじゃないよ俺いや俺もそうだよ、うん、音楽は別に嫌いじゃないよ俺も音楽は好きだよいやなんだけど、うん、セッションは神すごいすごい、うん、おもろいんだでもササヤンが言うのは結構信憑性あるわ、うん、そんだけ見てる人が勧めるやつセッションはね俺らみたいなやつは、うん、好きっすよへえじゃあ一般人嫌いってこといやすごい坂さん嫌な人いやでね結構賛否両論というか合わない人は合わない映画だと思うんですけど あの運動部っすか成尾さんいや俺は根っからの帰宅部っす運動部は、うん、多分結構好きだと思うあだからゲーマーみたいなそのそうそうそうあの負けず嫌いなやつとかはすごい好きだと思うで俺勇気と愛と努力みたいなのちょっと好きじゃないよ俺俺もあんま好きじゃないななんか愛と勇気と努力があった上で負けたっていいあ、ね、深いこと言いますね、うん、いやセッションは、うん、ちょっと話していいですかあいやいやいやセッションはマジで暴力努力暴力暴力努力暴力って感じなんですそれならいいそれならいいマジでマジで暴力って感じなんですけどそれなら許すなんかそのだから今ねちょっとねやりづらい内容だと思うあれ当時結構古い映画なんですけど10年前ぐらいの映画なんですけどああ言ってたやつかそう今はね今は多分ね結構その内容は批判される内容だと思うなるほどねちょっとフリーノリというか今のご時世じゃない感じ、うんはいはいはい、そうあだからあの最近やったサンクチュアリっていう相撲の絵あのネットフリのドラマがあったんですけど あれもね面白いんですけどちょっとその、うん、現代のその、うんパワー狩りとかあるじゃないですか、よく言うじゃないですか。そういうのを問題視、やり玉に上げつつ、上げつつなんだけどっていう話なんですよ。はいはいはい、あれも結構その、訴えかける作品だと思うんですけど、はいはいはい、ちょっと近いかもしれないですね。PL 学園みたいな感じだ。あー、ちょっとわかんないですね。うまいや、ちょっと、いや、ガチでわかんない、ガチでわかんないですね。なんかもう、ほんと、
いろいろもうきついことやるけど、もうめちゃくちゃ強くなるみたいな感じなのよ。だから、いや、要はあれでしょ、水飲むな、みたいな。そう、水飲むな。まあまあまあ、水、まあ、水は飲んでいいと思いますけどね、俺はやっぱ。まあでも、ノリはそっちってことでしょ。まあね。あ、巨人の星みたいなね。ああ、みたいな感じかもな。ね、あのギブスつけてみたいなね。はいはいはい、面白い、まあ。どっちかというと、水飲むなって感じじゃなくて、練習させるために強引に水飲ませてくる感じですね。ああ、なるほどね。あれか。あ、そう、なんか、めっちゃ飯食って、めっちゃ筋トレして、あ、そうみたいな感じかも。よく寝て、めっちゃ飯食って、また鍛えろみたいな。練習しろみたいな。はい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 。俺、それ水泳の時やられてたもんな。まあ、そうで、一番いいところが1時間半なんですよね、セッションは。ああ、いいね。1時間半。それはいいね。なかなかないっすよ。あの2時間半映画はね、ちょっと見るのに、ちょっと。そう、大変だからね。そう、体力がいる。1時間半はいいね。それは素晴らしいね。それが理由でロード・オブ・ザ・リング見てね。わかる。長いんすよ。長すぎる。あ、でもロード・オブ・ザ・リングはロード・オブ・ザ・リングで面白いよ。途中で寝ちゃうんだよな。俺は好き。しかあれ、俺、ロード・オブ・ザ・リング 2話ぐらい見たんだけど、2個ぐらい見たけど、面白いの最後の戦闘シーン3分ぐらいだけ。マジで、それまでずっと語るんですよ。設定とか世界観を。で、最後の3分ぐらいで戦うんですけど、そこ以外別に何にも面白くない。まあ、マジで。実際ね、実際そうじゃない、マジで。まあ長いよな。長い。まあおもろいんだけどね。おもろいだろうけどね。え、ってことはさ、ナロさんさ、はい、ジャンプ漫画苦手なやつ多い？俺はね、ワンピースとかちょっとあんまり。ああ、タイプ一緒だ、タイプ一緒だ。ジャンプアンチ、シャガさんもワンピースは、ワンピースはって感じ。いや、ワンピースは逆に俺見たんすけど、見てるんすけど。いや俺も見てるよ、見てるんだけど、うん、けど、まあ要は、うん、その、あ、もうこれ結局主人公勝つんやろなって分かりきってるのがちょっとあんまり。俺ね、あれが嫌だ。あの、なんかさ、この島に来た。あ、悪いやついる。でも俺も昔辛かってん。昔はいろいろあって、俺これで悪いことやってるんや。悪役にも悲しき過去って感じ？しかも、その悲しき過去はさ、投げんだ。話が。もういいよって。どうせお前負けんだから。もう早く死んでくれよと思う。長いってかなりがっていう。あれがちょっとワンピースは無理。あーね。長すぎる。まあ、確かにね、ワンピースはちょっと長い。いや、俺今、新しく自分を知ったかも。俺ね、俺なよなよした主人公がダメなのかも。あー、そういう人いますよね。いや、落ちこぼれ主人公が努力して勝つのが無理なのかも、はい、あー、なるほどね、うん、だから俺ドラゴンボール見れるんだ。あー、まあもうスーパー強いからね、最初からね。強い。そんな気がするかも。落ちこぼれ主人公、落ちこぼれ主人公シリーズ。主人公はかっこ悪いやつはちょっと見れねえわ俺。いや、そうなんだよな。なんかあんまり愛せない言うな。いや、俺は無理。じゃあピッコロさんに修行されてるご飯のシーン嫌いだ。ああ、俺あれは微妙だね。あ、ただあのピッコロがさ、はい、あのかばるシーンあるじゃないですか。あるっすね。あれはよくない？あれはよかったよな。あれはいいよな。よかったな。あなたたちね、最近知ってる？もういい加減、例え話ドラゴンボールで例えるやめろって若者に言われてんすよね。言われてねえだろ。え、ちょっと前に話題になってよ。マジ？もういい加減、ドラゴンボール何でもいけるけど、ドラゴンボールで例えんのやめろよっていう。まあまあ、でもね、それはね、もうしょうがない。それだけ浸透しちゃってる人々の心に。逆に俺ら何で例えたらいいの？じゃあ、そう、何で例えたらいいの？じゃあどうしたらいいの？大体案は、じゃあ例えてごらん、ほら、ね、例えてごらんよ。だからそれは推しの子で例えろみたいなのを言ってたんだけど、まあちょっとそれは最近すぎるなとは思いますけど、ね、推しの子って言われてもな、まあないよな実際。でしょ？やっぱさ、そう、やめろって言うんだったら代替案がねえとさ。そんなただやめろって言われてもさ。確かにな。そうだよね。そう言われましてもね。まあないよな、それだけ。でしょ？ないでしょ？うん、ないんですよ。みんな読んでる作品って。ドラえもんとかでもさ、ちょっと違うじゃん。まあね、ちょっと。いやー、ドラえもん強え。お前ドラえもんみてえだな、なんか。悪口じゃん、なんかちょっと。なんか違くない？まあ確かにな。なんか気分も乗らないしな。乗らないでしょ。お前なんかドラえもんだな、みたいな。違うじゃん。大体悪口になるじゃん。お前ドラえもんだな、もうジャイアンもスネ夫も伸びたジャイアンバリに強えなみたいな、そう言われても。なんかジャイアンかーっていう。でも悟空バリにお前すげえなって言われたら、あ、なんかそう、ね、ってなるじゃん。まあ悟空かな、僕は。ギニュー特戦隊見てだって言われたらね、強えぞ、ギニュー特戦隊は。確かにね。難しいな。確かにな。難しいな。偉大ですね、ドラゴンボールはじゃあ。偉大なのよ。ジョジョとかもね、ちょっとまあ一般浸透してるかっつうと。
微妙。ジョジョはちょっとね、絵がきついって人多分多いだろうからな。そう、俺ら世代結構多かったじゃないですか。いや、俺はね、かなり頑張って見たんですけど、無理でした。あ、今でもダメですか？最近見て、うん、1部、2部、3部まで見て、うん、で、3部のインドぐらいでもうちょっと、辛すぎて見るのやめました。エジプトね。はい、エジプトか。シャカさん、あなたは非常に浅い。あなたは非常に浅い。攻撃的だ。ジョジョはね、はい、あれ動物に厳しいのきつい。犬猫を平気で殺すじゃないですか。いやいや、まあ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 。なんかね、見てて不愉快なんだよな。ああ、なるほどね。あ、そういうのはあるよな。俺もね、あるもん、そういうの、たまに。動物に厳しい。読むけど。でも、波紋カッターとか意味わかんなくない？いや、もうね、そこはね、置いとこう。うん、俺。置くなよ。そこ置いたらダメでしょ。置いとこ。そこは置いとこ。何、波紋カッターって。そこは置いとこう。そこは置いとこう。置いとくんだ。それカメハ、いや、ちょ、待って待って待って。カメハメハとカモンカッター違くない？まあ、カモンカッターはちょっと違うね。カメハメハ。カモンカッターはさすがに、バカにしすぎじゃない？ドラゴンボールを。さすがにカメハメハ偉大かな。偉大だよな。まあ、しかも、ジョジョの中でもハモンカッターって別に偉大じゃない方だし。あ、それはジョジョ好きも認める。ジョジョ好きも別にハモンカッターは別にだよな。そんな使われないしね。そう、そんな使われないし。でも俺、ちゃんとモンストでジョジョコラボは全部弾きましたよ。ああ、はい。え、どんなので、ジョータロウとか。ジョータロウと、ディオと、ノリヤキ。ああ、歌教員ね。歌教員。俺、初めて聞いた歌教員のこと、ノリヤキって言う。ノリヤキ。なんかなで、あとね、やっぱちょっと、ここに関しては俺も悪いかなって思う部分があるんですけど、その、いきなり5部とか見れん。ああ、まあまあまあね。うん、まあね。まあ、それは見るなって感じですけどね。あ、だ、そうだ、そう。いや、でもね、望んでねえよな。いや、でもね、5部とか7部押してくるやつって、とりあえずそれ読めって言われるんですよ。あ、いや、それはね、ダメだね。それはね、良くない。あ、そうなんだ。それ敵ですよ。敵か。それ敵か。え、ドラクエはどうなります？ドラクエはあるっすよ。俺は、あれなんだ、ドラクエの家系じゃなかったんで。俺はね、結構ドラクエは、でもモンスターズ派なんだよな。出た。テリーのワンダーランドじゃないでしょうね。テリーのワンダーランドとイルとルカ。ねえ、もう世代じゃん。マジで面白かった。スライムモリモリドラゴンクエストだけやったことある。いや、そういう話はちょっと。え？スライムモリモリ。いや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 。スラリンのやつ流行ったでしょ。俺は小学生の間で。シャカさん、ワタボーの話しようぜ。オルゴデビーラの話するっすか。オルゴデビーラの話しようぜ。スラリンの話だろ。俺らでオルゴデビーラの話しようぜ。あれはドラクエじゃないってことですか。じゃあ、まあまあドラクエだけどね。まあ、うん、俺スラリンって俺終わったな。マジスロのあれしかねえや。ああ懐かしいね。ササヤン、ドラクエ全くやったことないんだ。マジで一個もやったことないっす。へえ、ね、非国民じゃん。え、非国民ですか？え、ファイナルファンタジー派は非国民ですか？いや、ファイナルファンタジー派はとは言ってないけど、ドラクエやってないのはね。うん、そんな、ファイナルファンタジーと、やってない、俺が。もしかして、対立煽りですか？いやいや、ドラクエやってるやつはファイナルファンタジーやんなってこと？そう言われたのかなって思っちゃったな、ちょっと。あ、そっかそっかそっか。どうにかつついたろうって。そっかさ、俺は FF もね、ドラクエもやってるから。俺もどっちもやってる。そう。で、FF だけだなぁ。6おもろいよね、FF の。いや、ちょっと、やったことないっすね。え？ないの？の、え？俺、5、6、7、8、9やったことない。はいな。シャカさん、いくつやったと思います？俺ね、ファ、8かな。8か、8、多分8。だけ？だけ。え、あと、最近のやつやった、最近のやつやった。二人とも浅くねえかなんか。いや、FF は俺マジで浅い。俺5、6、7、8、9。やっぱちょっと世代じゃなかったんすよね。5、6、7、8、9、ちょっと。え、しかもうち、セガ推しだったから。さっきまですごい FF 話してた話だじゃん。浅っ。まあ、どちらかといえば FF 派に属させていただいてもらってますかね。ぐらいなんで。浅いな。まあ、ちょっとね、世代じゃないんでやっぱ。3歳も年離れててやっぱこんなもんすよ。まあ確かに3離れは結構でかいか。まあでも確かにね、ナロさんが中3の時に小6かって考えたら、まあ、ね、子供感はあるけど、そうだよね。確かにそれはキッズだわ。確かにそうだ。じゃあ兄弟がいるとね、またちょっと違うんだけど。俺一人っ子なんすよね。俺6つ下の弟だけだな。あ、6つも下なんすね。6つ下、へえ。あんまり会話した記憶ない。6つだとまあ確かにそうっすよね、うん、怒ってた記憶しかないな。
ボコってなかった。いや、怒ってた、怒ってた。あ、怒ってたか。ボコってない、ボコってない。すげえ悪いやつじゃん。映したボコンのやばいでしょ。ボコってたのやばいね。こんな、やっぱ荒れてたんだな、シャカさん。違う違う、怒ってた、怒ってた。子供だからやっぱ落ち着きがないのがね、ちょっと。まあね。飯食ってる時とかね、走り回られてたら、まじ、さすがにね。怒るんだ。そう。まあでもそんなもんだよね、多分。そう、うちじいちゃんが厳しかったからな。教育、うん、いや、そんな教育っていうか、なんか行儀とか。あ、はいはい、うちも厳しかったね。うん、俺んちはなんもなかったな。もう自由にしろって感じだったな。俺だから中学生ぐらいまで俺正座で飯食ってましたよ。やばいね、それは。マジっすか。はい、それはすごいっすね。テレビもつけれなかったし。ああ、でもテレビつけれないとかはあったわ、うん、俺もあった。え、マジで。口開けて飯食ったり肘立ててたりしたらクソ切れられてた気する。そう、それぐらいはあるよね、うん、まあまあそれはね、口開けるとかあれだけど。テレビ見ちゃいけないはやっぱね、やっぱみんなで食卓囲んでるんだから、うん、会話しないと。俺んちはテレビでも口の中に飯入ってる時に喋ったらダメなんだよ。むずい。むずいよな。マジか、そうなんだ、厳しいっすね。でもなぜかね、うちね、箸の持ち方に関する教育ゼロで、俺箸の持ち方ちょっとおかしい。あ、俺も、うん、俺も全く言われてないから。あの、ボールペン持つのと一緒っす。あ、そうかも。俺も、俺わかんない。俺あれだな、薬指と中指で下の箸持って、人差し指と親指で上持つ。笹谷ってなんかあれだよね、なんかスーパー常識人だよね、なんかね。いや、そんなことないっすよ。でも会話はちょっと下手ですよ。いやでもね、それはね、会話が下手っておかしいな。いや、あのね、自覚ある。会話が下手おかしい。言葉選びがおかしい。そう、そうなんだよね。俺、言葉選びはね、あんま良くないんだよな。ある？いや、あるんすよ。あるんだ。あんま思ったことないけど。ちょっとね、その、口調は丁寧なんですけど、ワードチョイスとかが微妙だったりとか、インギンブレイだったりすることがあって。インギンブレイって何？出た。インギンブレイはボンジョビみてえな。だから敬語なんすけど、なんかかしこまりすぎて失礼なやつですね。あ、かしこまりすぎて。ボンジョビ熟語。いや、大変申し訳ないです、失礼いたしましたみたいなことみたいなのを、なんかその適切じゃない時に使っちゃったりとかもあるし。ああ、それ煽ってんのみたいになる時あるじゃないですか、そういう口調になる時。なる時。ああ、まあ対戦ゲームだとね。ああ、いや違う、ペンリッあの、ペンリッツさんはそう近いかも。ああ、まあ、ギリギリ、ギリギリ勝てました。あれは、まあ、多分そう、あれはそう、そう、それはそう。確かにそうかもね。確かにね。ギリギリ勝てましたで、ギリギリ勝ってないのはインギンブレイだと思いますね。ああ、なるほどね。はい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 、はい。で、ちょっと俺も、その経営があって、なんかちょっとたまに出ちゃうんすよね。あるんだ。だ今でこそ、その、釈迦さんとかは別にその、気兼ねない関係値なんですけど、うん、たまに初対面でこういうのが出ちゃう可能性があって、あ、はいはい、言わないけどね、なかなか。 あれね、待ち合わせしてる時にササヤンが、いや、すいません、なんか目立たないところにいたんでみたいなことをなんか言うみたいな。言ったっけ。いや違う違う違う、みたいな、みたいな。あ、はい、はいはいはい。あー、なんかそれのがたまにある。お前目立たないぞって言ってるようなもんじゃんっていうみたいなね。いや、言われたことないよ、それは。言われたことないけど、例えて言うなら、例えて言うなら、ね、あー、なるほどね。今だったら意図的に言いますけど。今の関係者。そうだね、そうだね。まあまあ、今の関係者ならね。でもやっぱあれかな、そのなんかネットの LINE が厳しくなってるから、え、これダメなんやっていう時は結構あるな。あー、まあ、なるほどさ、気をつけたまあこの前はちょっと再放送にはなってしまうと思うんですけど。いや、まあそうだね、危ないって。俺はもうそういうの分かんないかも。え、そう、ま、なんでっていう、別によくねみたいな。なんかそう、なんつうんだろう、インターネットに載せてるっていう意識はあんまないかも。まあなるけど、そんなまずいっていう。むずいっすよね、そこは。むずいね。俺ね、でもね、今んとこね、ナルオさんのはね、ギリ全部笑えるぐらいの。ああ、まあ、だな。そう、ギリギリだね、マジでギリギリだと思う。あ、ギリなんだ。え、でもギリギリであればあれだけ面白いから。まあそうだね、うん、いや、ちなみに俺、あの、今日に関しては、まあ、今日っていうか普段からそうですけど、ギリギリっていうか、あの、だいぶラインが後ろにあるイメージなんですけど、俺の中では。
ああ自分の中では？自分の中では。それは全然間違ってると思います。ああインビンジブル分かったわそこやんの。いやそれは全然全然間違ってると思います。でもシャカさん昔から配信してるじゃないですか。はい。この昨今はやっぱちょっと厳しくなってきましたよね。あでもね厳しくなったのをまあ要はその中学校の時とかに友達同士で言い合ってたノリとかで言うのはやっぱまずいワードとかあるじゃないですかやっぱ。あはいはいはい。でその辺って意識してでも言わないようにずっとしてたらでもそれが自分になるっすねいつか。出た。あの本当に出なくなる。深いこと言うな。あれなあのトイレに貼ってあるやつね。考えは。なんちゃらかんちゃら。あの学校はなんちゃらかんちゃら。アットホームが職場によくあるやつね。あ要は嘘つき続けると真実になる。でもね、本当にそうだと思います、ね。ああなるほどね。まあ、だからあのわっきはあの、うん、調べた方がいいっていうかなんかこうリサーチした方がいいかもしれないですね。ワードをそのなんかその放送いや放送禁止用語だけでも。そのダメだっていう意識があると多分それだけで結構回避できると思うんで。でも放送禁止用語俺別に言っていいと思うけどな。まあ、あそのいやまあ言っていいワードと言っちゃいけないワードがある。いやまあそうそうそう、あのね放送禁止用語と差別用語が混ざってる人いる。ああまあそうだね。ああまあそれはわかる。それはやっぱね全然違うから。それはなんかわかるわ。まあごめんそう俺が言いたいのはそうだねその、はいはいはい、ダメなやつはね。なるほどね。でだからその我々はね。あの3人ですけど、まあ、大人数の時とかはやっぱ気をつけた方がいいんですけど大人数の時とかはねまあそうだな。あとまああのあれだからなこの何か、まあ、別に持ち上げてるわけじゃないけどさ、まあ、お二方多分結構優しい方じゃん、まあ、ちょっとラインが緩い方じゃんおそらく配信のライン。もっと厳しい人多分いるでしょ。あ厳しい世の中には、その気をつけてる人ってこと。そう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 なんかそんな感じはする。そんな感じはする。多分もっと厳しい人っているもんね。俺は結構厳しい目ですけどね。そういうねワードをどうしてもなんか出したい時って問題提起みたいな感じの出し方すること多いかな。ああ どういうあれですか。最近あったのだと今ドカタって言っちゃダメなんですよ。あそうなんだ。いやそうなんだ。だけどあれってそれ言ってんの働いてない人たちなんですよ。あなるほどね。働いてる人たちはみんなドカタって言ってるっていう。あま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 あそうね。まあちょっとむずいよね、その辺の言葉は、ね、みたいな話を最近したことありますね。なるほどね。まあてかそうだよな、働いてる人たちですら言ってるけどな。そうでもなんかその差別的な意識がなくてもシチュワーデスとか言っちゃいません？看護婦とか。ああまあ言うっすね。あ言うっすね。確かにね、その辺もなんかダメみたいな感じだもんね。そうそうそう。では看護師、看護師、客室乗務員、客室乗務員っていうのって言わなきゃいけないはず。客室乗務員、でもスチュワーデスとか聞かないね。確かに言っちゃダメな感じがする。確かダメ。あキャビンアテンダントしとか。あキャビンアテンダント、あキャビンアテンダントね。どっちかはな。キャビンアテンダントは聞くな。へえ。でもそんなめんどくさないですかって俺は結構思う派なんだよ。俺もそう思っちゃうな。別にそこに何か差別してる意識がないから。まあでも多分その人たちの意味でそれがダメなんだって話なんだと思うけど、ああ別になんかその使い方であるじゃんね、その文脈で差別っぽいかどうかみたいな。文脈がね、ああはいはいはい、前後でね。そうそうそう。今肌色もダメですよ。え？薄橙色ですよ、薄橙色。そうなの？そう全部ダメ。そうなの？連想させるからってこと？かな確か。いやいや連想っていうか肌色はだって誰の肌の色って話じゃないかな。まあまあ確かにね、うん、多分そうなんだ。そういうことか。確かに今の中だとそれは一番、うん、まあでも納得のいくあれかな。まあそれは肌色はまだ、うん、まあギリ納得いくラインか。それがかなり納得いくかもしんない、うん、俺。まあ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 確かにまあそうだね。でも日本語じゃんって思うけどな俺。まあね、まあね、まあ基準をどこに置いてんだよってことか。まあでも日本語だから日本で置いてんだけど。まあでもやっぱそうっすよ、俺もやっぱ悪意があるかどうかだと思うんで、やっぱそういうのでなんか本当に前後の文脈を見て悪意がないやつは燃えないと思うんすよね。まあそうっすね。 それだけ切り取られてもやっぱそのなんか思想が透けちゃってるっていうか、なんかそういうのが出ちゃうことがやっぱあるんで、そういうのって大体文脈プラスやっぱ透けてることが、そう言い方とかで透けちゃうことがあるんで、そういうのだとやっぱ良くないなと思うんで、まあそこはやっぱ考え方次第だと思いますけどね、本人の。
まあ確かにな。それで言ったら俺配信で外国人で絶対言うようにしてて。ああ、俺もそれはそうだね。そしたらね、本当に外人が出なくなった。そうそうそう、俺もね、もうずっとだね。でも外人って別になんかそんな感じしないなって思ってたけど、でも違和感覚えるレベルになっちゃったわ今は。なるほどね。まあでもナルオさんはそこは俺は大丈夫かなと思いますけどね。そっちはね。ああ、うん、まあないね。どっちかっていうとあれか、いわゆる飲んで的な方か。まあてか、うん、まあそうだね、なんか知らなくてみたいなのはあるかもな。いや、釈迦さん今飲んでりってのも今配信でダメらしいって。あ、そうなんすか。嘘っす。自分を守るための嘘だ。いや、難しい世の中になってきましたね。そんな、なかなかね、どんどん言えない言葉がね。確かにね。だから逆に振り切って言ってる人がいたら面白いんですけどね、俺は。まあ、高校生がね、そういう人とかもいるよね、知らなくてもあるけど。うん、だからやっぱ俺、メッシのインタビューは大好きだし。あ、メッシそんなに強いんだ。インタビューで、いや違う、あの、翻訳してる人が、クレイジーを直訳して、はいはい。まあ、直訳っていうのは。ああ、あったね。そうそうそう。あったな。ああ、翻訳の人が、その、なんか、ワードチョイスが悪いって感じ。ワードチョイスがクソ悪かったんですけど、めっちゃすごい勢いではっきり言ってて。でその後スタジオに帰ってきて、スタジオの人がその一部不適切な表現がありました、申し訳ございませんって言った後のインタビューでもまた言ったんですよ。そしたらその時にワイプでスタジオにいるあの霜降りの聖夜がいて、あ、はいはいはい、聖夜のワイプがクソ焦ってて、ああまあああみたいな、大丈夫かみたいな、そう、目が死ぬほど泳いでて、それがねめちゃくちゃ面白かった。あれってか大会いつだっけ、日曜日でしたっけ。わかんないっす。あさってっすね。日曜日か。ぼちぼちっすか。あまりにあまりにあまりに喋りすぎちゃったな。いやでもいい練習になりましたね。いやかなりいい練習になりました、これは。チームの絆は深まったから。うん、絆は深まったから。レイシャカさんね、これはね大事でした。大事なあれでしたよね。はい、正直大事な過程です、これ。いや楽しかったっすわ。まあ何にも練習してないけど、まあね、まあ、一旦今日はこんな感じですか。まあこんな感じかな。まあ、かなり追い込めましたね、俺らも。ああ、いや、かなり追い込んだ、俺らも。かなり追い込んだ。やっぱ直前になったからさ、ガチガチにやっぱやったね。ふぅ、勝ったな。やったやった。いけたな。じゃあそんな感じで。はいっす。はい。はい。あざした。あざした。じゃあまたー。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。